フットボールクルブでジロンダン・ドゥ・ボルドーはフランスボルドーに本拠地を置くサッカークラブチーム。なお、ジロンダンとはジロンド県のという意味である。現在はフランスリーグのリーグ案に所属しており、1881年に設立されたフランスで2番目に歴史のあるサッカークラブ。ヨーロッパではジロンギンズと呼ばれている黄金期を迎えたのは リーグ優勝3回フランスカップ2回制覇した1980年代。1995から96シーズンには、中心選手であった MF ジネディーヌ・ジダン、DF ・ビセンテ・リザラズ、FW ・クリストフ・デュガリーラの活躍により、UEFA カップで準優勝に輝いた。2007年夏、監督経験のないローラン・ブランを招聘し、MF ・アルディアンから、DF ・マチュー・シャルメ、 DF スレーマンディアワラなど、守備的な選手を補強して、シーズンに臨んだ。FW フェルナンド・カベナギが15得点とエースの役割をしっかり果たし、新戦力も軒並み期待以上の活躍を見せた。勝ち点4差で、リオンに引けを取ったが、最終節まで優勝争いに絡み、2位という好成績を残した。ブラン監督は、キャリア1年目にして、 リーグ最優秀監督に選出された。2008年夏に司令塔のジョアン・ミクーが引退したが、AC ・ミランから MF ・ヨアングル・キュフを、レンタルで、SM ・カーンから2007年に、リーグズ MVP に輝いている FW ・ヨアン、グフランを完全遺跡で、それぞれ獲得した。2008から09シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグに出場し、グループリーグ3位という結果に終わった。 チャンピオンズリーグ敗退により回った UEFA カップでは決勝トーナメント1回戦でガラタサライに敗れた。一方、国内リーグ戦は MF、グルキュフ、MF、ディアンラやエースとなった FW マルアーヌ・シャマフラ、主力の活躍により終盤にリーグ新記録となる11連勝でオリンピックマル声ユリオンをかわし、 10シーズンぶりのリーグ優勝を果たし、リオンの連覇を7で止めた。またリーグカップ決勝で、バンヌ・オークルを倒して2シーズンぶりの優勝も決めた。ちなみに11連勝でシーズンを終えたボルドーは2009の10シーズンに開幕から3連勝し、14連勝の記録を作った。2009年8月30日のマルセイユ戦で、引き分けたために連勝記録が止まった。2009年1月に、 ブラン監督との契約を延長し、5月下旬に MF、グルキュフを完全移籍させた。2009年夏に DF ディアワラをライバルのマルセイユに引き抜かれたが、それ以外の主力選手は残留し、GK セドリックからスソ MF やロスラフ・プラシルなど、層の薄いポジションの補強に努めた。こうして臨んだ2009から10シーズンは、チャンピオンズリーグのグループリーグを主位通過したものの、 決勝トーナメント準々決勝で、リオンとのフランス対決に敗れた。リーグはも前半戦は2位のリールに9ポイントの差をつけて、首位で折り返したものの、2010年1月に、次期フランス代表監督候補に、ブランの名前が上がったことが決定だとなり、後半戦以降は一体感を失い、4月は全く、勝てなかったのも合わせて、大失速。リーグでは6位に沈んだ。 2010から11シーズンは、ブランのフランス代表監督就任により、ジャン・ティガナが監督に就いたが、MF ・グルキュフと FW ・シャマフの遺跡もあってチームはさらに不信を極め、ティガナ監督はシーズン途中で辞任。2011から12シーズンは、フランシス・ジロー監督に据え、リーグ5位となり、UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。 FC ジロンダンボルドーのライバルはオリンピックマルセイユ、FC ナントとトゥールーズ FC である。FC ナントとの対戦はアトランティックダービーと呼ばれ、トゥールーズ FC との対戦はガロンヌダービーと呼ばれている。ボルドーとマルセイユのライバル意識が1980年代後半から同黄金期でありました。また、ボルドーが1987年、1999年、 2009年、その3シーズンともマルセイユを交わし、リーグ優勝を果たした。コスティル1ペンベル22コシール26マンガス12メンサー14オタビオ5フランセルジオ13エリス29ディルロスン21マラ11ファン18中、選手の国籍表記は FIFA フフの定めた代表資格ルールに基づく中、選手の国籍表記は FIFA フフの定めた 代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。